パリーグ日本ハム 3×2 ロッテ6日札幌ドーム。同点の9回無失1三塁、宇佐美が打ち上げた打球は左翼方向へと上がった。ファウルになるか微妙な当たりに左翼手、高部は一度ファウルグラウンドで捕球体勢に入ったが、結果的には左翼線の内側にポトリ。捕球をするか、見送ってファウルにするかを迷ったとみられ、結果的に三塁走者の生還を許した。高部はチームメイトに励まされながらも自らのミスにベンチで肩を落とし、号泣した。